本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。コスプレギターアーティストの伊谷亜子です。漢字はイタリアの伊に谷間の谷、アジアの子と書いて伊谷亜子と書きます。伊谷亜子、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 伊谷亜子とお呼びください。ご視聴にあたっていくつか注意事項がございます。1つ目、携帯電話やスマートフォンの電源はオンにしていただき、ツイッターやインスタ、ブログなどに、あ、伊谷亜子と発言していただくようお願いいたします。2つ目、歌やギターに加えて、サイリウムやあなたの声でご参加いただくと、日頃のストレス発散の場になります。3つ目、この CD の演奏時間はご自分で測ってください。途中休憩はいつでもお取りください。それでは間もなく始まります。タオルとサイリウムのご準備よろしくお願いいたします。伊谷亜子でした。
元気ですか？痛に耳。今は何してる？私はギターかき鳴らし、歌を歌ってる。冷え込む夜は思い出す。布団に丸まってベッド下におねしょして、母さんに怒られたね。一足先に私より大人になっているから、いたずらしても怒らなかったよね。いつでも君は愛想がよくって、誰でも可愛がってもらうから、ちょっとやきもち焼いちゃう、わかってよね。悔しいほど好き、一緒に大きくなっていたんだ。一番近くで見守ってくれた。名前呼ぶよ、いつでも呼ぶから、泣いて帰ってきて。Okay.
Show
何してるのか分からなくなって僕なら
日の不安だけ見る黒い涙くくってよ変わることを泣いて力解き放てNeverland
がパフォーマン両手に6つの手羽ギラギラした手羽先に噛みつき Oh I wanna be a パフォーマン両手に空の手羽明日も明後日もこれで生き抜け手羽Love it, love it, love it
本日は伊丹トラベルをご利用いただき誠にありがとうございます。私は添乗員の伊丹亜子です。では本日のツアースケジュールをご案内いたします。まずは名古屋の手羽先を頬張り、一日のエネルギーをチャージ。次は京都嵐山にて怨念たっぷりの内地にした武士と出会いましょう。おっと、通過した滋賀県に戻りましょう。忍者と信楽焼で有名な滋賀県甲賀市、そして湖の生態系について考え、温泉じゃない方草津へ参ります。草津を楽しんだ後はさらに西へ、広島県東広島市にて全国で有名な酒蔵を巡り、美味しいお酒をたしなみます。さあ旅もいよいよ終わり、最後はやっぱり滋賀に戻ってエレキゴリゴリ。それでは旅に出発です。草津温泉じゃない方、草津。